ダイヤモンドの加工を挑んだ、フランスからはユグノが安住の地を求めてやってきたフランドルテープってあるよね。フランドルテープここで開発されたのかな。フランドルから、豊かで洗練された移住者はオランダ語の、知識を作り、オランダの商業的発展の行く末を築いた。まあいいや、ちょっと分かんないけど、1609年にベネツィア流のアムステル銀行ができた。ベネツィア流の理由っていうのはよく分かんない。ベネチュア形式のアムステルダム銀行ってことかな。両方とも水辺の町で共通点がありますけどね。そして黄金時代がこれからやっていきます。17世紀ですね。アムステルダムの黄金時代と考えられている。アムステルダムは世界では最も裕福な都市でなった。アムステルダムの港は浅かったものの広く交易の重要な場所だったってことですよ。商業の中心地としての魅力はその欠点を覆って、だから欠点がなかったってことでしょ。1595年アムステルダム商人はコルネリス・ハウトマンの船団をアジアへと派遣しました。ジパングにね、あるいは東南アジア、インドネシアの、広陵諸島に行ったかもしれない、ちょっと時代がいつか分かんないけど、船団はジャワ島、ジャワ島はその辺りだね。ジャワ島から、東方圏の東方のね物産を積んで絹とかも持ってきたかもしれないね。日本から絹かな。日本に絹を伝えた？わかんないな。これによって東方の貿易ブームが起きるが、あまりにも過当競争となったため、1602年に東方貿易の独占権を持ったオランダ東インド会社が設立されたと。支配独だね。アムステルダム港を発する商船は北アメリカ大陸やアフリカ大陸をはじめ、現在のインドネシアやブラジルまで、含めた広大なネットワークを築いていった。ニューヨークもね、一番最初はニューアムステルダムって呼ばれていましたからね。アムステルダムの交易商はオランダ東インド会社やオランダ西インド会社の主要な地位を独占していたんですね。これらの特許会社は後世のオランダ植民地を形成する海外権益の基礎となった。具体的には中南米のプランテーションで生産された砂糖が送られてきた。今でもカリブ海にはオランダ領の植民地が残っておりますね。僕はその中の ABC 諸島に行ったことがあります。 ABC 諸島のところからアムステルダムに
の直行便に乗ったことがありますね。まあほとんどサブウェイのサンドイッチしか食べなかったような思い出があります。釣りが楽しかったかな。アムステルダムは一州でも最も重要な交易市場であったが、世界を卒員なんか引っ張る中心金融中心でもあったと。全部ユダヤ系の人たちのおかげなんだよね。アムステルダム証券取引所は世界初の取引所になって、チューリップバブル、チューリップっていうのはもともとはねトルコだったっていう説があるんだよね。わかんないけど、トルコが運ばれてきたのかな、などが置かれていた。ヘーレン運河、プリンセン運河、ケイザー運河といった運河がね、同心状に築かれ、まあ水運でねいろんなものを運んでいたんでしょう。今でもねアムステルダムから出てくるとね運河が見えております。今はねまあ停泊してる船はありますけど、あまり船が動いてるという印象はないですね。路面電車とか車のね、輸送に切り替わっている言いますけど、ただ確かにねなんかねボートがね停泊しているのは見たことありますね。オランダはこの時代、オランダはねすごいね自転車の国でもあるんだよね。アムステルダムは自転車に乗る人も結構多いし、路面電車もあるしバスもあるし車もあるし、だから運河を使う必要性もないんだけど、今でも使っている人は使っているみたいな。オランダはこの時代世界、で最も出版の自由の言論の自由、思想の自由が保障された国であり、宗教的にも寛容であったヨーロッパ各州から文化人が亡命し、オランダは特に大都市であるアムステルダムをに世を構えた。アムステルダムはこの当時400件の出版